深夜おでんを食べました。こっちはシンです。今日もう一つではですね、深夜おでんトークをやって、豆太郎5500さんもいます。はい。来てください。登場していいですよ。はい。もう登場して OK です。はい、あ、しょうがねえなー。まあ、最初にですね。ちょっと。うちのお母さんがなんか、あんたバカとか言うコップをなんか当たったそうです。では豆太郎5500さん。はい。普通に座ってください。あ、起こしたいのに。座ってください。はい。でね、二人で旅してきました。立ってください。立ってください。ここに。でね、まずは、まあ、CD 買いに、近くのね、とこに行って、AKB の、ね、CD 予約してきました。どうでしたか？そうですかね。はい。で次に、リスナーさんに会いました。あんたバカ。バカじゃないです。じゃあちょっとね、モノマネをね、ちょっとやってほしいです、一人ずつ。はい、じゃあ前田さんから。モノマネなんて新コーナーですね、これ。モノマネですか。はい。いきなり相手もできません。それじゃあ得意なね。はい。じゃあ失礼します。じゃあ僕がスギちゃんのモノマネで。言いましょう。あんたバカなんてワイルドだろ。はい。マメトロさんちょっと疲れてるので。はい、疲れた。はい。まあ働いてるんですよ。ですね。まあ1時間ね。仕事ですね、そっちは。3時間です。3時間。はい。はい、ということで今日もう一つの動画です。深夜OJトーク2でした。以上、CM じゃないことでしたか。僕でしたか。はい。ぜひ来てください。あんたバカの紹介じゃなくて。いや、トークです、これは。トークでしたか。はい。これはまあ、コップのコツでした。はい。豆太郎5500でした。ありがとうございました。